11月9日に行われるフレッシュ名曲コンサートに出演いたします、吉見由紀と新井梨央です。私は、ラヴェルのピアノコンチェルトを演奏いたします。ラヴェルは自分の本当に大好きな作曲家で、この曲は特にラヴェルのオーケストレーション、彼らしいオーケストレーションが遺憾なく発揮された曲だと思っております。皆様の前でこの曲を弾けることをとても楽しみにしております。私はチャイコフスキーのバイオリンコンチェルトを演奏します。チャイコフスキーは私が、コンクールで初めて演奏した思い出のある曲になっています。チャイコフスキーならではの白鳥のような美しいメロディーだったり、三楽章のオーケストラと一緒にこう盛り上がっていく部分とか、たくさんの大好きな部分が入っている曲です。11月9日に大ホールでお待ちしております。よろしくお願いします。